渡瀬川橋梁は、群馬県緑市栃木県日光市間の渡瀬川に、かかる渡瀬、渓谷鉄道渡瀬渓谷線の鉄道橋である。下流側から第1渡瀬川橋梁、第1渡瀬川橋梁、第2渡瀬川橋梁の3つの鉄道橋があるが、本港では一括して衝述する。草木湖にかかる、第1渡瀬川橋梁草木ダム建設に伴う、 国鉄足尾線の上戸駅、沢入駅間の新線切り替えにより、1973年に完成した。神戸、沢入間の草木湖にかかる全長196メートルの橋梁である。草木トンネルと沢入トンネルの間に位置しており、短時間ではあるが、渡瀬川の下流側に広がる草木湖を本橋梁から望むことができる。また、トロッコ列車では、 本橋梁上で一時停車するため、乗客は景色を楽しむことができる。足尾鉄道の上戸駅、沢入駅間の延伸工事に伴って1911年に完成し、1912年11月11日に、供用開始した。上戸駅草木駅間の利根川水系はだらせ川に、かかる橋梁であった。本橋梁は、 クーパー型150フィートトラス桁の国内製作3連のうちの1連であった。草木ダム建設によって路線の一部が水没することとなり、ダム湖を迂回する形で新線を上戸駅、沢入駅間に建設することになった。また、草木ダムのダムサイトは本橋梁あたりを予定していたため、仮付け替線の建設に伴い、 ダム建設の本格着工となる2年前の1971年12月25日に爆破撤去されている。草木ダム建設着工開始から新線が完成するまでの期間は一時的に上戸駅草木駅間の工事区間を迂回する仮付改線が付設されている。仮付改線では本橋梁の下流側に仮設の橋梁が1971年にかけられたが、 1973年の新線切り替え後には撤去されており、現在は橋台などの痕跡すら見つけることはできない。足尾鉄道の沢入足尾駅間の延伸工事に伴って1911年に完成し、1912年12月31日に供用開始した。現行駅通り道駅間の渡瀬川に架か,かる全長104.85メートルの橋梁である。 本橋梁は、クーパー型150フィートトラス桁の国内製作3連のうちの2連であり、明治時代より今なお現用されている。現在は青い塗装のトラス桁が特徴である。ありがとうございます。